矢作川橋梁。奥の青い橋は矢作橋。矢作川橋梁は愛知県岡崎市の矢作川に架かる名古屋鉄道名古屋本線の橋梁である。現在の橋梁は二代目である。岡崎公園前駅と矢作橋駅の間に架かる鉄道橋である。かつて名古屋鉄道には矢作川橋梁の名の橋梁が四カ所存在していたが現存するのは 本校の名古屋本線の矢作川橋梁のみである。初代の矢作川橋梁は、名古屋鉄道の前身である、愛知電気鉄道の岡崎線の橋梁として、1923年8月8日、西岡崎東、岡崎間開業時に供用開始された。老朽化などにより掛け替えられ、1971年に現在の橋梁が完成する。2009年現在、 名古屋鉄道の橋梁としては3番目の長さである。現在の橋梁は上下線の間隔が広く取られているため、橋梁付近の名古屋本線は、上り線は直線だが下り線は下流側へ緩い S 字カーブを描いて張り出している。三河線や萩川橋梁。2001年4月1日廃止。三河線や萩川橋梁。2001年4月1日廃止。 衣線やハ木ギ川橋梁。1972年7月の集中豪雨で橋脚が破損し、約1ヶ月普通。復旧後も時速1 5トルの速度制限。1973年3月4日廃止。1位は空港線中部国際空港連絡鉄道橋。2位は名古屋本線木曽川橋梁。ありがとうございます。